皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。ということで今回は福留孝介選手使っていきたいなと思います。さあ WBC といえばですね、名実況が生まれがち、まあ、その中でも筆頭に上がってくるのが生き返れ福留ですよね。まあ、その他で言うと、まあ、鳥谷がスタートしているであったり、まあ、ちょっと心配ですがブルペンには杉内がいます。まあ、これも名言ですよね。まあ、ここ2年間ぐらいですね、 TS の福留選手当てることができなかったので、まあ、自分が持っているねスピリッツ3400の福留選手から、まあ、継承したわけなんですけど、まあ、スピリッツが800も上がってるんですよ。もうこの時点で福留選手生き返ってます。ちなみに能力なんですけどほとんど変わっていません。 TS の方がミートが1高くて走力が1低い、こんな感じになっています。守備能力は全く同じで、特殊能力ですね、第三特能が片身打ちかね逆境かっていう違いがあるんですけど、まあ、そんなにどっちもね強い特能ではないので、まあ、ここに関してはねそこまで気にしなくていいかなと思います。まあ、個人的にはねアベレージヒッターがついた福留選手、もうこの使用感めちゃめちゃ気になってたんで、もう早速使っていきます。それではやっていきましょう。さあ超高額阿部比で、今ねこのフォームバグらしいです。なんか本来は TS のフォームらしいんですけど、まあ、不具合でね、まあ、阪神バージョンというか、TS じゃないバージョンの、バッティングフォームになっているらしいんで、まあ、逆にこのフォームでやれる今貴重なんですよね。ウィッグイ乗ったな今すっごもう生き返れどころじゃないよね。だってもう初打席で打ってんだもん。さあ来さんです。まさかエッグイの、あんなエッグイの打てると思わなかった。もう1打席目でもう満足。さあ新井さんも続きましょう。やっぱ新井さんね打球速度おかしい。ああ今いけた。ああおほらほらほら、今絶対新井さんじゃなかったらショートゴロなんですよ。今打球速すぎて三遊間抜けたんで、もう打球速いっていうのはもう正義ですね。そして佐々木誠さん、ああこれは超えないの。あーなんでそれ振るかな。なんか最近気づいたんですよね、最近セリーグの選手めちゃめちゃ当たるんですよ。であのセリーグパリーグ杯があと1ヶ月ぐらいで来るんですけど、もうこの調子だとねセリーグで出ないとパリーグスピ的に厳しいんですよね。スピ解放しないといけない選手が多すぎてちょっと育成が足んなそうなんで、このままだともうセリーグで出るか、もう間取ってタイブレイクで出るかしか多分今選択肢がないんですよ。ってなると新井さん、ドメさん取れたのは結構でかいですね。おー、あー早いか。そう福留さんのあの今の不具合のフォーム、だから阪神バージョンとか、最近の中日で出てた福留選手はあのフォームなんですけど、あれ不評なんですかね。なんか結構あれ打ちづらいから早く戻してほしいみたいなコメント見るんですけど、個人的には別に嫌いじゃないですね。まあ、確かに TS の方が癖がないシンプルな構えなんで、まあ、っちの方が打ちやすいっていうのはわかるんですけど、かといってあっちのフォームがね嫌いっていうわけでは個人的にはないですね。なんで別にこんままでもいいんじゃないかなって勝手に思ってます。 OK。 さあ生き返れ福留チャレンジしますか。生き返れ福留チャレンジとは1打席で1度だけこう打つタイミングでね生き返れ福留って言えるんですけど、しっかりそこでホームランを打たないといけないっていうチャレンジです。ちなみに1打席1回しか言えません。4球目に言おうかな。なんでちょっと次は見逃す。あいけたー。いやまあこうなるとねボール球来るかもしれないんですよ。おーしょしょし、読みは当たった。次かな、いくよ。生き返れ福はボール球やーばー、ライさんやばすぎ。もう突コーチ入れて極みにするの確定です。もう暴れてもらいます、ガチオーダーで。いやすごいね。いや使用感やばそうだなっていうのはなんとなく知ってたけど、そこまでやばいとは思わなかった。なんなら金本さんよりなんかすごい気がするな。なんだろう、超広角とかの差なのかな。いやでもぶっちゃけね能力の上がり幅だけなんで。いやにしてもな、おかしいもんな。打球がスタンドに入るような弾道じゃないんですよね。ありえない弾道で入っていくんで、そこがいい。まあ多分ねパワーヒとかプルヒがちょっとマシになると思うんですよ、次のアップデートで。まあただね別に高弾道とかは、特に変わらないと思いますし、まあ、なんでそう考えるとやっぱドメさんとかの強さは、まあ、今のままでも十分強いんですけど、まあ、これからまた強くなるっていうのはなさそうですよね。だから一生吉野部さんに勝てないんですよね。アーティストで能力も似てて向こうもどっちも守備 A で、ただ違いはやっぱりアーティストっていう差。いやー厳しいですよね。まあ、レフトセンターで使うならドメさんの方がやっぱ守備いいんでね、
まあ、またちょっと変わってくるんですけど、やっぱライトで使うってなると、どうしても吉野さん一強なんですよね。もう同じ左バッターで、まあ、右左の差別化もできないですし、まあしょうがないですよね。まあパワーヒーがどれだけ強くなるかって感じなんですけど、なんかあんまりなんか内容的に強くなりそうじゃないんですよね。なんかベストピッチ時のなんか減衰率 2% アップだっけ、変わんのかなっていう。逆にベストピッチじゃなかったら変わんないしね。まあどうなんだろうな。プルヒが強くなったらプルヒの選手が使いやすくなって、相対的にプルヒのパワーヒー高弾道の選手も強くなるんだったらまた話は変わるんですけど、まあ、シンプルに弾道だけで見たときに、パワーヒーがそんなに強くなるとは思えないんですよね、次のアップデートで。さあ今日は珍しくね、バッターの使用回で先行が続いてますね。最近バッターの使用回高校ばっかだったんですけど、で広角発動やばいな。ドメさんでホームラン1本打っただけでも満足なのに、ちょっと次の新井さんを使いたくてしょうがない。今完全にね、福留さん使いたいより新井さん使いたいの方が勝ってる。ナイスセン。さあ2-3、おーナイス。これ広角発動してる。さあ2試合連続左中間、いいところ投げてくれたな。そこのシンカー飛ぶんですよね。結局広角出てる時のシンカーはしっかりミートさえすれば飛んでいくっていう。さあ全発動、リアタイで全発動初めてじゃないかな。これはもうぶっ飛ばしましょう。いやもう打球速すぎてこういう当たり全部ねシングルになっちゃうんですよ。もうフェンチョクタンダ当たり前みたいな。打球の速さ違うわ。さすがに佐々木誠さんといえど、なんか新井さんの次に置くと霞んじゃうな。さあピッチャー変わって、お大勢選手、大勢選手すごいね。やっぱりあの強化試合見てるけど、ようあんなすんごい投げ方で159とか出ますよね。あれはもう無敵。あれはもう大勢はガチだわ。それこそ早くこういうフォーム追加してほしいよね。大勢選手の1回投げるときにあのビヨイーンってなるの好きなんですよ。あボール球、あのビヨイーンってなるやつを早く再現してほしい。よしよしよし。さあ先行なんで、おっとイチローさんがポロったぞ。今珍しい、イチローさんがポロった影響で三塁いけたんだけど、いやそれは二郎。あーボールか、結構おーおーおー向こうの守備が荒くれとる。2連続びっくりマーク、かわいそう。個人的に大勢選手打ちづらく感じるんですよね。なんかそんなにリアタイで強いかってやれると多分微妙なんですけど、いややっぱ球速いしストレートがシュート回転するし、これこういうフォームついたらより打ちづらく感じるんじゃないかな。本当はこの動画ね、福留選手で打つのに苦戦して苦戦して、例えば3打席ぐらいノーヒットで4打席目にね生き返れ福留って言ってホームランを狙おうかなとか思ってたんですけど、もうちょっと生き返るねあれもないというか、もうすでにめちゃめちゃ打ってるんで。 OK、 さあランナー1、2塁でまたもドメさん。あー何も出ない、何も出ないとねちょっと厳しいよね。能力は高いけどシンプルな高弾道、外角投げられるとちょっとやだな。シンカーの変化量が3、なんか3の割に曲がってる気がする。別にタイピンとかはないよね。シンカー3、フォーク4のスライダーも4で、なるほどね。待って、フォアボール足部、もう打つよ。生き返れ。あーちょっと今のは良くない、タイミング合わなかった。生き返れ。いやもうボールなんよ、めちゃめちゃボールなんよ。さあ新井さん、さあビエイラ広角出てほしかったけど、ちょっとビエイラをどこまで打てるのかも気になる。うおどうだ、あ伸びすぎか、しょうがない。あー負けちゃった。さあまたまた何も出ない、ちょ連続何も出ないのやめてほしいな。でメルセデス、いやー打てる気しねー。ナイスボ。さあ1-3、これちょっと積極的にねスイング入れていきます。いやー無理だ、そのコースは良すぎる。さあ流し打ち警戒、本当はミート打ちしたいけど、生き返れ福留。いやー取る、危ない、なんとかセーフ。さあ代打出ましたね。なんか代打の発動率あんま良くないな。まあ言うても 50% かよね。なんか自分の新井さんはこれはあんま代打で使うなっていう意思表示でしょうか。別に俺は代打でなくても強いぞとい う、 もうスタメンで使えという意思表示じゃないでしょうか。なんかそんな気がしてきます。
いやーボール球なんだよな、振っちゃう。おーヒットになるんですね。もうこれが荒いパワー。うーん、えなんか今日相手の人に呪いかかってない？1試合目もこんな感じだったよね。かわいそう。今めちゃめちゃツーシーム詰まったのに。しかもその前も新井さんのなんか超絶理不尽ツーベースあったし、福留さんのやつも一応相手取ってるし、まああれは仕方ないか。いや、えなんか呪いかかってるこれ。誰の呪いこれ。うん、ナイスセンサー。そこを見送れる余裕が出てきた。なぜならさっきギータが落としてくれたから。ここは決めましょう。いやー超えないか。まあ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 、オッケーオッケー、ツーベースオッケー、ツーベースオッケー。でそう、最近さずっと小林選手をベンチに置いてるのに忘れちゃうんですよ。でいつも編集画面の時に気づくんですよね。オーダー横に貼っつける時に、あまた小林選手使うの忘れたって思い出した時に限って、1回なんでね、代打出してもあのサプライズが出ないっていう、これ2回に思い出さないといけないんですよ。でさっきとかね超いい場面だったのに。おおバースうまい。これ超えるんじゃないかな。素晴らしい。